ールでオリジナルに開発したドリッパーになりまして、あの中のこういったあの線の部分だったりとか、この薄さは日本の有田焼で作っているブルーボトルオリジナルの商品になっています。そうですね、これは一応そのアメリカの大学とコラボレーションして、あのこの波の設計などもオリジナルにやったので、あのどういう風なスピードでここの穴からこう落ちてくるかみたいなものを緻密に計算をした商品になっています。ちょこの薄さとかっていうのも熱がきちんと通るようにっていうことを考えられて作っております。